ドラゴンクエスト10実況プレイのパート14やっていきます。前回ね、こちらのグランゼドーラの、国までやってまいりまして、勇者姫アンルシアと出会いを果たしましてね、なんとその勇者姫の顔がミシュアと同じだと思ったら、ミシュアはその勇者姫から抜け落ちた半身の一部ということで、彼女の勇者の力を持っていなくなってしまった存在ということらしいです。まあね、ちょっとそれを知ったアンルシアの反応が妙に不気味だったんですけれども、とりあえずね、後ろに戻って様子を見ていきたいと思います。ない。アンルシア姫様の命により、この先は立ち入り禁止となった。客人であろうと通すわけにはいかぬ。速やかにここから立ち去られよ。おお、こちらにおられましたか。ミシュア様のことで、あなた様にお話があるのです。こちらへ。実は私もミシュア様のいる塔のお部屋へは近づくなとアンルシア姫様に命じられてしまいました。アンルシア姫様は勇者覚醒の儀式にミシュアが必要だとしか教えてくれません。一体ゼドラ堂で何があったのですか。なんとミシュア様がアンルシア姫様の失われた半身ですと。まさかそんなことが。アンルシア姫様はミシュア様をどうするおつもりなのか。ミシュア様は今大変危険な状態にあるのかもしれません。城下でたびたび行方不明の者が出ているという話はご存知でしょうか。実は私の孫のテグラムもその中の一人なのです。行方不明となった者はいずれもアンルシア姫様にお目通りした直後に姿を消したと聞いております。怪しいね。しかしこれまで誰もそれを疑問に思う者はいなかったのです。私自身もその一人でした。愛する孫がいなくなってもそれが当たり前のことに思えて疑問すら抱けなかったのです。なぜ今まで孫が行方不明になったことを気に留めなかったのかは分かりません。まるで心にもやがかかっていたような。このままではミシュア様の身にも何事か起こるかもしれません。おい、あの姫様、うさんくさいとは思ってたが。本気できな臭くなってきたわね。これは
ミシュアさんを助けに行きましょう。これをあなた様に託します。ミシュア様の囚われている塔には、城に危険が及んだ際、王家の方々が避難するための秘密の通路があります。秘密の通路は外に出るための洞窟、海風の洞窟につながっております。逆にたどれば塔へ入ることができましょう。先ほどお渡しした鍵は、海風の洞窟と秘密の通路をつなぐ扉を開けるためのものなのです。海風の洞窟は人目につかぬところにあります。城の西、レビュール街道北へと向かい、海に面した崖をお探しください。はいはい。私はミシュア様が心配でなりません。ミシュア様のこと、どうかよろしくお願いいたします。いい人だなこの人な。さあ、ではでは、早速動こう。だよな。UP 回復しねえや。これで済まそう。MP。 大丈夫っしょ。けどナイフ、え、はい、え、違うか。ねえな。じゃなくて、こっちか。おや、誰かと思った後をつけたらあなたでしたか。お久しぶりです。お噂はいろいろと聞いていますよ。ほう、こんな場所に洞窟の入り口があったと。これは大変興味深いですね。うん。あなたはこの奥を目指そうとしているわけですか。それでは、私もちょっと中を覗いてみるとしましょう。お先に失礼。その目的も何なんだ。これまたいろいろ。そうだね。勝利を目指して。どうしない。聞かねえぜ。で、加減した。
さすがおる。おかしいでしょ。だが、だからもしかしてそこを何中ボス倒さなくていい。でも結局か。いや、いけてるわ。いた。くれちゃった。はいはい。いる。回復しに帰ることもできたけどね。なんかいる。アラハギーロではご苦労でしたね。ベルムドはすでに暴走を始めていました。あなたに出向いてもらって正解でしたよ。それでバスラー君、新たな実験素材はどんな様子ですか？はっ、キルギル様。あの娘は塔の部屋でおとなしくしています。暴れるような様子もございません。ふっふっふ、それは結構。貴重な実験素材はできるだけ傷つけたくないですからね。今回の実験は気合を入れますよ。なんといっても実験素材が波の力の持ち主ではありません。さあ準備を急ぎましょう。大量の魔力を集めなくてはいけません。護衛は任せましたよ。はっ、かしこまりました。では狩りに出かけるとしましょうか。ひょっひょっひょ。
ていいのかこれ。飾られた壁の方からかすかに風を感じた。なるほど。姫様は私のことを自分の失われた半身だと、一人の人間ではないと言っていました。でも頭の中に時々記憶のかけらみたいなものが現れるんです。それがもし私自身の記憶なら、私はアンルシア姫様の半身なんかじゃない。私は私の記憶を取り戻したい。あの人のことを思い出したい。どうすれば記憶を取り戻せるの？教えて。お困りのようですね。失礼ながら話は聞かせてもらいました。あなたは三門の関所でもお会いしましたが、このように話をするのは初めてですね。彼の友人のクローズと申します。私には少しばかり特別な力があるんです。そう、人の記憶を操るというミシュアさんの記憶、よろしければ私が見て差し上げましょう。それで記憶が取り戻せるならぜひお願いします。お任せを。では失礼。記憶に触れることができません。どうやら記憶そのものが何かの力で封じられているようですね。そんな、どうして？どうして記憶が封じられているのか、それは私にも分かりませんが、まだ方法がないわけではありません。ですが、その前にあなたに一つだけ聞いておきましょう。
封じられた記憶を取り戻したとき、あなたは自分に課せられた過酷な運命を知ってしまうことになるかもしれません。あなたがそれに耐えられる保証はない。それでも構いませんか？構いません。どんなにひどい記憶だったとしても、それは私の大切な記憶なんです。私のそばにいてくれた誰か、その人のためにも私は絶対に思い出さなきゃいけないんです。それを聞いて安心しました。封じられた記憶を蘇らせるには、誰かがあなたの記憶の中に入り、その封印を打ち破ればいいのです。はい、あ、俺か。さあ、出番ですよ。俺か。以前、山門の関所を通るとき、あなたに集めていただいた3匹の蝶、覚えていますよね？今こそその蝶が羽ばたく時です。美しいでしょう。記憨の世界へ誘う神秘の扉です。しかし、申し訳ありませんが、お一人しかこの扉はくぐれません。どなたが行きますか？ミシュアさんには何かあります。あなたと同じで、僕には彼女の未来が見えないんです。うん、やはりあなたは私の見立て通り、ミシュアさんと何らかの縁があるようだ。あなたが行かれるのがよろしいでしょう。この扉に足を踏み入れれば、そこはもうミシュアさんの記憶の中の世界。さあ、光の柱に進むのです。なるほど。ちょっと待てよ。一人でしょ？あまりないんだよな。十分かな。行きますか。あ、でもとりあえず一旦ここで一区切りとさせていただきまして、彼女の、記憶の中にはまた次回、行きたいと思います。なんとかね、ミシャの記憶を取り戻してあげられたらいいんですけれども、だね。たったやるとでどんな敵と戦わなければならないのか。まあ、さすがにね、その辺はバランス調整してくれてると思いますけどもね。まあ、全力で挑みたいと思います。はい。では、ドラゴンクエスト10実況プレイパート14、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。